画面の前の皆様こんにちは、ゾウです。今回は私もプレイしているデッドバイデイライト、こちらのゲームが今月に人気のレトロゲームの一つ、私も大好きな悪魔城ドラクエとのコラボが決定いたしましたので、関連動画をやらせていただきます。よろしくお願いします。この悪魔城ドラクエ、私はもちろん知ってますが、若い DVD プレイヤーの方は知らないかと思いますので、私が何本かのシリーズのプレイ動画とともに紹介していきたいと思います。おそらくドラクエの伯爵がキラーになるでしょうね。ただ歴代悪魔城シリーズの主人公はサバイバーにはならないかと思います。内政強いですからね。ちなみに外国では悪魔城ドラクエのことをキャッスルバニアと呼ばれますね。外国でも人気が高いシリーズで、その高難易度のやりごたえが海外の方に受けがいいみたいですし、その BGM のかっこよさも人気ですね。さあそれではどうぞゆっくりご覧ください。最初に紹介するのは原点である悪魔城ドラクエですね。コナミより1986年9月26日にファミコンのディスクシステムにて発売されました。当時では一般的な横スクロールアクションゲームですね。ストーリーはヴァンパイアハンターの主人公シモン・ベルモンドが街の人々を苦しめるドラクエ伯爵を討伐するために、ドラキュラ城に攻め込み、手下のモンスターや仕掛けを打ち倒していくというものですね。特徴としては、ホラーの雰囲気をがっつり取り入れられてますね。中世時代をイメージした建物、そして暗めのステージが印象的ですね。骨や血が普通に出てきますからね。そして癖の強い操作性が難易度を上げてますね。攻撃ボタンを押すとワンテンポ遅れて判定が出るんですよね。これはシリーズによって例外もあるんですが、ムチが、武器となっております。ちなみにムチの名前はヴァンパイアキラーですね。なので小さくてトリッキーに動く敵の処理に、ちょっと苦労しますね。そしてシステム面でも苦しめられますね。ステージのあらゆる場所に穴があるんですが、落下すると、一気に消滅してしまいます。ヒットポイント制なんですが、いくら体力満タンでも、関係なく一気が消えてしまいますね。そしてこのゲームの特徴として、非ダメージ時に、大きくノックバックしてしまいますね。そしてノックバックしたままそのまま穴に落下してなんてのはザラになってますね。そして一回ジャンプすると、軌道修正が全くできないので、それも落下の原因の一つになってますね。現在実機では、だいたい5000円ぐらいで手に入りますが、本体が問題ですね。まともに動くディスクシステムが今このように何台あるかわからないですね。ちなみにディスクシステムの交換機は今、売ってないですね。そして実は、ロム版、いわゆるカセット版もあるんですが、しかしこちらは当時の出荷数が少なく、今では超プレミアがついてて運万円で取引されてますね。ただ幸いなことに多くの現行機や、パソコンで、アニバーサリーコレクションというのが売っておりますが、それでプレイできますね。ぜひ触ってみてはいかがでしょうか。
次に1989年12月22日にファミコンのロムカセットで発売されました悪魔城伝説ですね。悪魔城シリーズの3作目になります。今回も街の人を苦しめるドラクラ伯爵を討伐するためにラルフ・ベルモンド1作目の主人公シモンのおじいさんにあたりますね。そのラルフがドラクラ伯爵を倒すために立ち上がるという感じですね。この作品は当時3新円の音声チップ VRC6 が搭載されて当時のファミコンソフトの中では重点を抜きだ高いクオリティの BGM が話題になりました。主人公のラルフは前作のシモンと同じく聖なる武器ヴァンパイアキラーを使い、操作性はシモンと同じですが、今回は3人の味方のキャラが登場し、そのうちの1人だけを同行させて進むことができますね。そして主人公よりも火力の高い女性キャラ、そしてアクションが得意なキャラ、普通は歩いて回り込むステージも、飛んでショートカットできるキャラと、主人公ラルもなめなめになりそうです。このソフトは比較的安価で手に入りますし、ワンと同じくアニバーサリーコレクションにも入ってますので、使ってみてはいかがでしょうか。さて次は1991年10月31日にスーパーファミコンで発売されました悪魔城ドラキュラですね。ストーリーは登場人物は初代悪魔城ドラキュラと同じですが、
ファミコンからスーパーファミコンに変わったことで、グラフィックや演出、容量などが増えました。それにより、初代のパワーアップリメイクといった感じになってますね。スーパーファミコンの回転拡大縮小機能によって、罠や仕掛け、敵は生ねめかしく動くようになりましたね。そして、シモンのアクションがかなりパワーアップして、ジャンプの軌道が若干ですが変えることができるようになりました。そして攻撃ボタンを押しっぱなしで鞭を垂らすことができ、それを振り回したり敵の弾を消すことができますね。それでかなり操作性がアップして快適になりました。その上その鞭でターザンアクションもできたりとアクションシーンも盛りだくさんですね。難しすぎず優しすぎずといった感じです。ただノックバックから落下は相変わらず健在なのでそれだけは注意が必要ですね。そしてこれもアニバーサリーコレクションに収録されているのでプレイしてみてはいかがでしょうか。最後に紹介するのは1997年3月2日にプレイステーションで発売されました悪魔城ドラクラ X 月下の夜想曲ですね。このソフトが悪魔城シリーズに革命を起こしますね。探索型アクションゲーム通称メトロイドマニアと呼ばれるジャンルの元祖となってますね。ヒットポイント性は変わってないですが落下してのミスがなくなりヒットポイント回復とセーブポイントそして装備による強化で主人公がどんどん強くなっていく RPG の要素もありますね。今でも非常に人気のあるソフトとなってます。主人公は悪魔城伝説で
ラルフの仲間の一人だったアルカードですね。そして悪魔城伝説よりかなり美形になってますね。アルカードはドラキュラとリサという人間とのハーフで、優しい心を持つ反魔族といった感じですね。初代と違って理不尽な一撃死というのがなくなり、操作性も上がって探索して新しい武器や防具、そしてストーリーを進めるキーアイテムを集めるのが非常に楽しいゲームで、私も自信を持って若い方にお勧めできるソフトとなってますので、ぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。さて今回はデッドバイデイライトとコラボする悪魔城ドラキュラシリーズを紹介していきました。パソコン版ではパブリックテストビルドですでに実装されていますが、私は Xbox でやっているので、まだ、操作などはしてないんですが、楽しみにしてますね。またサバイバーの方でもトレイバー、いわゆる日本版ではラルフですね、ラルフもサバイバーとして、実装になっているのでこちらも楽しみにしてますね。では、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ウツボでした。